いやー、何か春にサクッと羽織れるようなライトなアウターが欲しいな。大山さんが言うようにロング丈のステンカラーコート確かにかっこいいんだけども、なかなか着る機会がないし、もうちょっと機能的で気軽に羽織れるようなアウターがあると便利なんだよな。そう、前に紹介していたノースフェイスのコンパクトジャケット、あんな感じでもうちょっと今っぽいものってなんかいいものないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ノースフェイスの新作の春アウターでとても良いものを見つけたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、やっぱりですね、ステンカラーコートみたいな綺麗めのコートっていうのはすごく大人世代には似合いやすいんですけども、ライフスタイルを考えた時に使う機会が多い方と、あんまり使わないという方も結構いらっしゃるかなと思うんですね。まあ、例えば僕もそうなんですけども、子供が小さくて割とですね、公園なんかで遊ぶ機会が多かったら汚れますし、急な小雨なんかの対応を考えると、ステンカラーコートみたいな綺麗めなものよりはちょっとこうスポーティーでアウトドアライクなですねアウターの方が圧倒的に使いやすいかなと思うんですね。あとはちょっと普段からスポーツをやる方だとか、アウトドアで遊ぶ機会が多い方なんかにも、ステンカラーコートよりもスポーティーなアウターの方が似合うかなと思うんですが、そんな時に僕がですね、動画の中で皆さんにご紹介したのがこちらなんですね。まあ、先日もご紹介しましたノースフェイスのコンパクトジャケットですね。これは非常に優秀で、去年ご紹介しましたが、かなり多くの方にですね、愛用していただいているような素晴らしいアウターかなと思います。これはこれで素晴らしい名作で、このですね、フード付きのシャカシャカ系ナイロンジャケットというジャンルの中では、未だにですね、バランス面で考えるとナンバーワンはこちらのコンパクトジャケットかなと思うんですが、ただ一着だけだとどうしてもマンネリ化してしまいますし、ちょっと旬な雰囲気を出すというところでは、割とこうベーシックなデザインではあるので、この一着だけだとどうしても寂しいなと感じている方もいらっしゃるかなと思うんですね。そこで今回ご紹介したいアイテムというのがこちらなんですね。はい、実際に購入をしてきました。商品名はハイドレナウィンドジャケットというアイテムになっていまして、価格はですね、18,700円でした。先ほどご紹介したノースフェイスのコンパクトジャケットは15,000円台なので、およそ3,000円ぐらいの価格差はあるんですが、やはりこのジャンルの中では結構買いやすい価格帯なんですね。他にはパタゴニアがあったりだとか、あとは人気のアークテリクスとかもありますが、結構金額は安くないので、その中で10,000円台で買えて、なおかつ結構長い期間使えるアウターとしては、これ非常に便利なので、今回はコンパクトジャケットとの違いも含めてしっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回はですね、あえてワンサイズ普段から上げて L サイズを購入しました。ちょっと一周回ってみますが、ワンサイズ上げることで程よくゆとりを出すことができたかなと思います。これは大きな違いになってくるかなと思うんですが、先ほどご紹介したノースフェイスのですね、コンパクトジャケット、あちらはですね、 M サイズを僕は購入したんですね。割とこう元々のデザインがちょっとゆとりを持って作られているので、 L にすることは全くなくて、 M サイズでもゆとりを感じるくらいだったんですが、まあ、こちらに関しては M サイズを着たところ悪くないんですよ。ちょっとだけ緩さはあるんですが、もうちょっと個人的にはゆとりを出したかったので、ワンサイズ上げたんですね。なのでサイズ選びにはぜひ皆さん注意をしていただきたいなと思うんですね。トレンド感のある着こなしを楽しみたいだとか、ちょっとゆとりのあるシルエットを楽しみたい場合は、普段のサイズよりワンサイズ上げるのがいいかなと思うんですが、40代ですとか50代の大人の男性であれば、あまりこうオーバーサイズに振ってしまうのもバランスが良くないので、通常のサイズでいいかなと思います。そこは注意が必要かなと思います。で、デザインの特徴なんですが、なんといっても襟周りのデザインですね。ここに大きな違いを感じるかなと思います。コンパクトジャケットはいわゆるフード付きのパーカータイプなので、結構カジュアル見えするんですね。まあ、ベーシックかつカジュアルというイメージなんですが、こちらは今結構アウターのトレンドにはなっていますが、スタンドカラーになってるんですね。まあ、立ち襟になっていまして、一応フードも内蔵されているんですが、個人的にはフードは
出さなくていいと思うんですね。出さないことでスタンドカラーの今っぽさを楽しむことができますし、ここにフードが入ることでしっかりとこう襟にボリュームが出るんですね。そちらの方が襟の立ち上がりも綺麗なので、個人的にはフード出さないで着てもらった方がバランスがいいんじゃないのかなと思います。ノースペースらしいミニマルなデザインになっていまして、まあ、この胸のあたりにですね、切り替えがあるんですね。ちょっとこのあたり見えづらいかもしれないですが、切り替えがあるところ、このあたりのですねディティールもバランスがいいなと思います。あとはノースペースのロゴですね、ちょっと上目のですね左側に配置をされていまして、これもですね大きすぎないでなかなかバランスがいいなと思います。あとは後ろから見た時にも肩にもですねノースペースのロゴが入っていまして、まあ、単なるですねブルゾンタイプではなくてノースペースらしさというところも適度に含まれているので、このあたりもバランスがいいかなと思います。あとはコンパクトジャケットとの違いなんですが、まあ、こちらの動画を見ていただきたいなと思います。コンパクトジャケット着てるとこんな感じになるんですが、着丈のバランスですね、ここも大きく変わってくるんですね。まあ、ナイロンジャケットみたいなものっていうのはそんなに長さがあるものではないので、コンパクトめに着ることができるんですが、まあ、こちらのアウターに関しては割と丈が長めなんですね。お尻の下ぐらいまでが隠れるような長さになっているので、ちょっとこう大人っぽく見えるんですね。着丈の長さが短ければ短いほどカジュアルでちょっと子供っぽさが出るんですが、一方で丈の長さが長くなればなるほど綺麗めな雰囲気なので、ステンカラーコートというのはだいぶ綺麗めのイメージになるかなと思うんですが、コンパクトジャケットよりも着丈長めでスタンドカラーでフードがないということで、ちょっと綺麗めな要素もあって、そのあたりも含めて大人世代には結構使いやすいんじゃないのかなと思います。で、生地の厚みなんですが、コンパクトジャケットよりも割としっかりとしてるんですね。このあたりは割とですね、冬の終わりに着ても問題ないぐらいですね、しっかりとしてるので、すごく使える季節も長いんじゃないのかなと思います。これリサイクルナイロンを使ってるので、そのあたりのですね、環境配慮というところもしっかりと抑えてありますし、表面もちょっとこなれ感のあるような、ちょっとした芝っぽさもあるので、このあたりも含めてなかなかバランスがいいんですよね。そして裾なんですが、このようなコードで引っ張ってちょっとこうクシュクシュと丸めることができるんですね。今少しですね絞り上げてる形になってるので、絞ることで着丈がちょっと上げられたりするので、そういうのを考えると僕はワンサイズ上げて少し裾をですね上げながら着てもらうとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。で、このようなナイロン系のアウターですね、個人的には締めて、前締めて着るのもすごくいいとは思うんですが、そうするとスポーティーな要素がだいぶ強まりますし、色のバランスで言ってもブラックを今選んでるので結構重ためになるんですね。ですので僕は前を基本的に開けていきたいなと思うんですね。そうすることで今スウェット着てますが、まあ、プリントの部分を見せることができますし、これから先だとロンティーとかですねシャツとかでもいいかなと思うんですが、まあ、そういったものをちょっと見せてあげることで着こなしのですね幅も広げることができるので、個人的には前は開けてですねさらりと羽織ってもらうぐらいがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、このようなスポーティーなアウターを使う際には、僕の中ではちょっと綺麗な雰囲気のアイテムを合わせてあげるとバランスがいいかなと思ってるんですが、まあ、この後ですね全身の着こなしも2つぐらい皆さんにお見せしたいなと思うので、まあ、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、ということでここからはですね全体のコーディネートもお見せしたいなと思います。まあ、先ほどですね上半身だけ映ってる感じでしたが、引きで撮るとこんな感じになっているんですが、まずはこちらのですねハイドレナウィンドジャケットを着まして、その下にはですねライトグレーのスウェットを今回は着ています。僕はですね最近ニットも好きなんですが、このようなスウェットをですね着る機会が多くて、まあ、いわゆるウィンドブレーカーみたいなカジュアルなものなので、上半身は思い切ってカジュアルな雰囲気で合わせてみました。色はライトグレーのものを合わせていますが、ちょっとプリントが入っていてブルーの雰囲気が結構アクセントになるので、まあ、こういったものを合わせてみました。まあ、それ以外にもシンプルな丸首のライトグレーのニット、このあたりで合わせてもらうのが一番現実的かなと思うんですが、そういったもので代用していただきたいなと思います。そして内側には丸首の T シャツですね、少しだけ見えるような形で配置をしています。そしてボトムスなんですが、ブラックのアウターに対してブラックのボトムスは僕は基本的に合わせないですね。
ちょっと重たくなってしまいますので、その代わり今回はグレー系のボトムスを選んでみました。まあ、いわゆるこうユニクロでいうところのタックワイドパンツ的なですね、シルエットのものなんですが、まあ、ミディアムグレーよりもちょっと濃いぐらいですね。こういったものだと、ブラックのアウターとボトムスで色の差もちゃんとつきますし、モノトーンなので収まりがいいんですね。なので、こういったブラック系のですね、スポーティーなアウターには、グレー系のパンツ合わせてもらうと非常に収まりがいいので、まあ、ぜひ皆さんもよかったらトライしていただきたいなと思います。まあ、足元はですね、スポーティーにスニーカーを合わせました。今回はアディダスのですね、まあ、サンバですね。ここ数年流行っているモデルなんですが、まあ、こういったもので少しですね、スポーティーな雰囲気を出してもいいですし、通常のもっとプレーンな白レーザースニーカーですね、オールスタークップでもいいですし、スタンスミスでもいいですし、あとはジャーマントレーナーとかでもいいかなと思うので、まあ、そういったもので合わせてもらうと、結構グレーのパンツに対して白系のスニーカーというのが鉄板で合うんですね。なのでこのボトムスと靴のつながりを考えながらコーディネートを考えていただくといいかなと思います。結構全身で見るとカジュアルな雰囲気のものが多いんですね。スウェットもアウターもカジュアルで、スニーカーもカジュアルなんですが、まあ、ボトムスがちょっとスラックス調になっているので、この部分だけちょっと綺麗めな要素が混ざっているかなと思います。僕はこのようなちょっとカジュアル寄りの着こなしが好きなので、今回のコーディネート組んでいますが、もうちょっと世代的に上の方だったら、内側は丸首のニットみたいなものがいいかなと思いますし、まあ、このシルエットですね、ボトムスのシルエットも、ちょっと緩めのものではなくて、足が綺麗に見えるようなスマートアンクルパンツですとか、感動パンツ、そしてアーバンスラックスですね。このあたりを合わせていただければ、よりこう都会的なスタイリングが組めるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の着こなしなんですが、いかがでしょうか。思い切ってですね、春らしい雰囲気にですね、変えてみたわけなんですが、まずはアウター自体は全く同じものを使っていますが、まあ、ブラックのアウターに対して、先ほどはグレーのパンツを合わせました。割とですね、季節を問わずに使えるのが、ブラック×グレーの組み合わせなんですが、春らしさがすごく出るという感じではないんですね。なので今回はボトムスをですね、ホワイトデニムにすることで、コントラストを高めて春らしさを一気に出してみました。これもまたすごく使いやすいので、まあ、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですね。まあ、白パン自体にちょっとキザさがあるんですが、アウターがスポーティーなので、うまく調和が取れるかなと思うんですね。そしてこちらのアウターの内側には、春らしいですね、ボーダー柄のですね、カットソーを合わせています。まあ、長袖でも半袖でもいいかなと思うんですが、まあ、先ほどはスウェットをご紹介しましたし、あとはニットみたいなものもいいかなと思うんですが、季節が進んだらちょっとライトな T シャツですね。まあ、ボーダーなんかを使っていただくと結構ですね、フレンチライクな着こなしになったりして、個人的には結構このようなスポーティーなアウターと合わせるのは好きなので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。結構やってること自体は簡単なので、まあ、再現性も高いかなと思います。で、足元はですね、もういつも通りです。もう僕はもう白パンと言ったら、もうニューバランスのグレーで固定して合わせるようにしてるんですね。ここはある程度自分の中で鉄板を決めておくと、頭を使わずにスッとコーディネートが完成するので、このようなホワイトパンツには、ちょっとこう、ぽってりとしていて、綺麗めなパンツの綺麗さを、あえて際立たせないような、程よくやぼったさのあるグレーのニューバランスを合わせておけば、まず鉄板なので、このような形で今回は組んでみました。ボーダーの色合いが結構グレー系なので、そのあたりと足元を合わせてあげると、色がリンクするので、まあバランスもよく仕上がってくるかなと思います。まあこのようにですね、割とこのアウター自体はスポーティーなんですが、それ以外のアイテムは割とですね、スポーティーすぎない感じかなと思うんですね。アウターがスポーティーで、内側にもパーカーですね、フード付きのパーカー着ちゃったりだとか、あとはボトムス自体もシャカシャカ系のパンツ履いたりだとかすると、結構スポーティーすぎちゃうので、そのあたりはスポーティーなアイテムは1点だけに絞って、あとはいつも皆さんにご紹介しているような定番的なアイテムを合わせていただくと結構バランスがいいかなと思うので、よかったら皆さんも参考にしていただければなと思っています。
いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画ではノースフェイスの新作となるハイドレナウィンドジャケットについて解説をさせていただきました。非常に使い勝手のいいアウターで、これはですね、ぜひ皆さんに解説したいなと思ったんですが、もともとですね、このアイテムは僕のですね、もう一つ運営してます YouTube のですね、メンバーシップチャンネルの方で視聴者の皆さんから教えていただいた商品なんですね。僕もですね、日頃いろんなものを商品チェックしてるんですが、やっぱり全てを見切ることができないので、その中でこういった商品はどう思いますかということで、たまたま教えていただいたのがこちらのハイドレナウィンドジャケットだったんですね。これ本当に使いやすいアイテムだなと思います。まあ、ノースフェイスというと、やっぱり最近は定番的な位置づけで、街着でも着れるようなものが非常に多いんですね。まあ、そのあたりをしっかりと意識して作られているのが、こちらのコンパクトジャケットで、サイズ感もちょっとゆとりを出していて、街着に最適だったんですが、まあ、フード付きのアウターだけではなくて、このようにスタンドカラーになるだけでも、だいぶ見栄えが変わってくるんですね。あとは丈の長さの違いなんかも先ほどお伝えしましたが、そういったところも含めて、結構ですね、トレンド志向の男性にもハマりやすい一着かなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、改めて着比べていただければなと思います。もちろんですね、カラーバリエーションも豊富だったりするので、ちょっとこう、オリーブっぽい色を選んでみるのもいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、気に入ってる方を改めてですね、コメント欄で教えていただければなというふうに思っています。まあ、先ほどもちょっと触れましたが、僕自身もまだまだ触れてない商品だとか、気づいてないものってたくさんあるので、まあ、ぜひ皆さんもこういった商品ってどう思いますかっていうのがありましたら、コメント欄なんかで教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルですとかドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えするという形で結構ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか僕が買ったものなんかをですねリアルタイムでどんどん配信をしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。おしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。